本部半島沖縄本島東、シナ海名護はに栄島みんな島瀬底島、古都島矢が島大島羽地内海愛竹本部半島と周辺離島の地図。瀬底島は沖縄県国上軍本部町に属する島で、本部半島の西方沖約600メートルの東、シナ海に位置する。西洋なしの形をした大地上の底平な島で沖縄諸島に含まれる。 面積2.99平方キロメートル、周囲7.3平方キロメートル、標高76.0メートル、2012年4月、現在の人口は817人である。竜気三五章の島で、主に竜宮石灰岩で構成され、島中央部は、泣き人体と呼ばれる三畳紀の基盤岩類からなる。2段、または3段の海岸段丘が見受けられ、その段球面には、 カルスト地形の一つであるドリーネが、さらに島北部にはカレンフェルトも発達している。北方からの強風にさらされるため、防風林が設置されている箇所もある。島の周囲に砂浜が点在し、内陸部のほとんどが平坦な地形で、河川が存在しない。集落は島の中央部にあり、その外周を農地が囲んでいる。島南岸には、 琉球大学熱帯生物研研究センターの研究施設が所在する。島内に琉球松、福木、ガジュマルなどの植物が生育し、島北部にアダニやソテツの群落が分布している。また、ハブが多く生息している。島全域は本部長の大技である瀬ソコに属し、瀬ソ島にし約 6km の海上にあるみんな島も同時に帰属する。 瀬底島は元来、泣き人紛りの所属であったが、1666年に泣き人紛りから新たに井の葉紛りとして分割された。翌年1667年に本部間接に名称を変更、琉球国由来記にも本部紛り瀬底村と記述されている。琉球王国時代諸島は瀬底村の一村のみであったが、1736年に伊茶葉村が、 農地開拓のため本部半島から移りに村体制となり、1896年に両村とも国上軍へ編入、1903年にイチャハ村は瀬ソ村に合併された。そして1908年に本部村瀬ソ1940年に本部町へ調整施行した。方言で瀬ソはシークまたシスクと言い,い、島民からはシマーと呼ばれる。 海東諸国旗には、獅子島とあり、沖縄本島間の海域は、西西旧裏と記載されている。ペリー帝督沖縄訪問旗と、ペリー艦隊日本遠征旗には、スコ島と記され、瀬底島内の集落名は、シスコとある。瀬底島は、琉球国公紀は無調に記載されて以降、この地名は一般に広まったとされる。戦死時代の海塚や、グスク時代の遺構が発見され、 セソコグスクでは、政治や染め付けされた陶磁器が出土している。伝承によると、内グスク周辺に生活していた7世帯が、セソコ島を開脈したとされ、1469年に、第一直し王党最後の久野良が死去すると、同系の亡き人味の一人の子供が内グスクに住み渡り、セソコ島に村落を形成したと言われている。また、 沖縄本島中部の串川や石川からの移住者が集落を築いたとも伝えられている。九尾には、瀬戸小島の島民によって放たれた家畜が農作物を食い荒らしたと沖縄本島の県県村の住民が避難したが、島民はこの苦情を聞き入れなかったという。九尾には、本部紛りの村々の農地が狭く、木を焼き払って田畑を開墾したという。そこで土地に、 余裕のある瀬底島に、本島から海を渡って、伊茶ャハ村が移転した。島内には、水田はなく、また、マシン、天然痘などの薬病が、たびたび発生し、1826年に飢饉による、困窮のため、瀬底村は金銭を借り入れている。島中央部に位置する、土帝君のほらは、瀬底の親雲上である上間家の一人が1712年に、清路へ渡航した際、 持ち帰った木造を祀ったのが始まりとされる。代打ゆえまけは本部まぎりの児当代を務め、1772年に沖縄本島全域に薬病が流行した際、まぎり全土の復興支援を行った。特に五代目は貧民救援に尽力した功績が認められ、1831年に王府から掛け軸と上府を与えられた。本部長立世族小学校。 幼稚園1890年に島内に瀬底簡易小学校が設立、その後に本部尋常小学校の分校となり、1893年に瀬底尋常小学校へ分離された。1900年、後の大正天皇の成婚記念として、校舎を背景に生徒と職員を撮影した写真が献上された。1909年、青年の社会教育を進める。 瀬ソ小屋学会が結成され、また、家遊びを取り締まるべく、瀬ソ小学校の職員らが指導にあたり、党内の風俗改良に努めた。1921年に高等科の新設に伴い、神城小学校から、瀬ソ神城高等小学校へ改称され、高等科のある沖縄本島へ渡らずに通学できるようになった。1944年10月10日の十十空襲では、 瀬戸島と沖縄本島の先本部との海域に停泊していた潜水母艦、早くじらがアメリカ軍の攻撃により沈没した。この空襲による島内の被害として民家と学校が消失、島民1名が死亡した。翌年の1945年4月22日、アメリカ軍は瀬戸島に上陸、沖縄戦における島内出身の軍人、 軍属72名と一般住民102名が犠牲となった。戦時中、本部町民は、久し、辺野古の収容所へ移動させられ、当地で終戦を迎えたが、セソコの住民は収容されなかった。これは、島の主要な人物が学校再開を条件にアメリカ軍と交渉し、島民は移動を免れたとされる。1953年、島内に、 政糖工場が建設されたが、1960年に大型の工場が亡き人村に設立され、島内の工場は買収され、佐藤木ビの生産のみとなった。瀬底島に井戸は存在せず、昔から天水に依存し、雨水を蓄える、貯水池が宇たに残存している。干ばつで、 水不足に陥ると沖縄本島から生活用水を輸送していたが、1964年にボーリング機材を用いて地下水を汲み上げ、幾分水不足は解消された。そして1982年に沖縄本島から海底送水が実施された。1973年に電話回線が開設、また電力も対岸の本部半島から海底ケーブルで送電されている。 1985年、瀬底島と本島間を結ぶ瀬底大橋が完成。1992年に瀬底区公民館が竣工した。2012年、瀬底中学校の閉校式が行われ、本部中学校へ統合された。瀬底ビーチ主な産業は農業で砂糖、サトウキビ、スイカが主要な産物で、カキ類は通常の出荷時期を変えて生産を行っている。 過去に、サツマイモや麦、豆類が栽培され、大正時代には、鰹節の生産が行われていた。昭和初期に、石灰質岩石のトラバーチンを産出し、国会議事堂の建材に使用された。ムンジュルカサと呼ばれる麦わらを編んで作った菅ガサ状の、ヒカが、瀬ソ島の工芸品で、沖縄本島北部では、シーク傘とも言われる。 明治時代から1960年代まで農家の副業として生産されたが、その後に多種多様な帽子が大量に製造され、文カサの生産人口は2020年現在、一人のみとなった。島西部海岸には全長約800メートルの瀬底ビーチがあり、瀬底大橋の橋詰付近にアンチ浜と呼ばれる砂浜が広がる。またゴルフ場が、 セソコビーチに隣接している。セソコビーチ隣接地には、都市デザインシステムが、約360室の高級リゾートホテルとして300億円を、かけて、約10万坪の敷地の開発を進め、100%、出資会社、セソコビーチリゾートとして運営する計画があった。しかし、2008年の金融危機による影響で、資金繰りが悪化し、両者とも民事再生法を申請し、 倒産。施設は6割、完成時点で建設中止となり放置されていた。2015年12月、森トラストが当時土地を所有していた合同会社セソコビーチプロジェクトから土地取得に関する売買契約を締結。2018年より再開発を行った上で、2020年7月1日に約300室規模のホテル、ヒルトン沖縄セソコリゾートを開業。 2021年には132室の海援性タイムシェアリゾートヒルトングランドバケーションズの2ホテル体制で開業を目指している。瀬戸コ土帝君一角瀬戸島中央部に古来より中国における農業の神様として崇拝された土帝君の祠があり、当地で毎年旧歴2月2日に法年祭が行われる。またこの祭施設は2000年に 国の重要文化財に指定されている。周囲は石灰岩の石積みで囲まれ、その中に赤瓦屋根の祠がある。戦時中に土堤群像は消失し、戦後新たに作られた。昭和初期まで氏神にホーゲル村踊りと綱引きは毎年交互に行われたが、1935年から5年ごとに一回交互に開催するようになった。村踊りは、 旧暦8月中旬の4日間、綱引きは11日に行われ、帰省者や近郊の沖縄本島から訪れる観客で賑わう。島南部には、三景門と呼ばれる小高い丘があり、そこから毎年旧暦5月15日に酒と魚を用意し、祖先の故郷を訪れ、参拝する群具あちうま地位を行う。四島まよどりや旧暦7月に伝統芸能、 しぬぐも催される。しぬぐは、作物の収穫終了後と次の農作へ移行する、間に開催する祭事で、沖縄本島北部や奄美群島の一部でも、行われる。毎年5月と11月に、ピー・チャーオーラ祭と言われるヤギ同士で戦う、伝統行事が行われる。瀬底島の島民らが一体となって、島内行事に取り組んでいる。瀬底島で使用される方言は、 沖縄北部方言に含まれるが、この方言の特徴である、有機音と無機音の区別はない。それ以外の発音は、他の琉球方言と比較して際立った特徴は見受けられず、また文法もほぼ変わらない。みんな島は、瀬底島から移住した人々で構成されているため、瀬底島と同一である。古くから瀬底島の沖合は、荒れやすく、王朝時代から船舶の転覆。 座礁事故が発生していた。それに対して瀬底島と本部半島に挟まれた海峡は穏やかであるため、外交船の避難港として利用されていた。この一帯の海域は、旧日には、瀬底に中、明治時代の水路市には、瀬底港と記されている。1911年に、アメリカの軍艦アルバニー号が、来港、1944年の10、10空襲では、停泊していた。 潜水母艦、早くじらなどの艦船が攻撃を受けている。沖縄本島と佳橋する以前は、私船が唯一の交通手段で、1946年から協力艦船まで帰船が運航した。当時の瀬戸湖港と沖縄本島側の浜木港を1日11便で結び、朝方と夕方には、島内の学生が沖縄本島の学校へ通学するために利用していた。 大橋開通後の瀬底港は漁港として使用され、現在は近くにビーチやキャンプ場が整備されている。1972年から7年間、瀬底大橋の建設に関する調査が行われた。1974年に島内の主要道路が沖縄県道172号瀬底県県線に指定され、1979年に工事を着工した。 1985年2月13日に完成し、全長762メートルで、当時の沖縄県において、最長の橋であった。また翌月の3月31日に完成を祝して、島内に開通記念碑が建立された。開通後は、島民の生活道路のみでなく、継承地として、観光資源の役割を果たしている。瀬速大橋の完成後の1986年、 瀬戸小島に沖縄バスによるバス路線が導入された。瀬戸コ大橋を渡り本部町中心部や名護市と瀬戸小島を結ぶ路線バスが琉球バス交通と沖縄バスにより運行されているが、65番66番がそれぞれ1本ずつ、経由76番が瀬戸を奇襲点としてに往復運行。他にヤンバル急行バス4等線がヒルトン沖縄瀬戸リゾートを 奇襲店、本部町内、泣き神村、八賀寺島を経由して、フルート姉妹さん往復運行されている。ありがとうございます。